どうも、プロボーラーのスターです。今日はですね、えー、ストームのボールの良さ。まあ、ここについてね、えー、私なりの見解をね、まあ、述べさせていただきたいなというふうに思います。えー、まあ、私もね、プロボーラーになりまして、えー、まあ、もうかなりね、長い期間、あの、ハイスポーツさんにお世話になりまして、えー、ボール契約を、まあ、していただいてるんですけども、まあ、あの、その中で、えー、やはりあの、ストームのボールの良さっていうのね、 えー、まあ、ここにあるんじゃないかなと。まあ、トーナメント活動していて、特にね、思う部分がありますので、まあ、今日はね、まあ、その辺についてお話しさせていただきたいなというふうに思います。えー、もちろん、日本にはね、ストーム、ロトグリップ以外のボールも流通しているわけで、そしてね、えっ、ー、と、まあ、そこのボール、まぁ、あ、タメイカさんのボール愛好家っていう方も当然、 あの、いらっしゃるんですよね。まあ、そういった方から、えー、ストームのボールって何がいいのっていうふうにね、まあ、聞かれることもあるんです。まあ、その時にね、私がお答えさせていただく内容ですね。えー、まあ、その辺についてね、まあ、あの、まあまあ、ざっと話せたらいいかなというふうに思います。えー、まあ、イメージとしてはね、ストームのボール、えー、まあ、やはり言われてるのが、よく曲がる。 えー、そして、まあ、ピンアクションがすごいというふうに、まあか、よう言われてると思うんですね。えー、まあ、実際、そういった面はあるのかなというふうに思いますが、実際のところわかりません。それはなんでかっていうと、私は、まあ、現時点で、えー、ハイスポーツ、えー、契約の、まあ、プロボーラーでございますので、えー、実際に私がストームのボール、そしてロトグリップのボールを、 え、だけしか投げてないわけなんですね。えー、現状、えー、他のメーカーさんのボールを、まあ、実際投げたこともないので、えー、どれぐらい同じように投げて、ピンアクションの違いが出るのか、曲がりの違いが出るのかっていうのは、まあ、正直言って、お客さんに投げ比べてもらったりとか、 えー、お客さんが投げてるところを見て、えー、まあこうだよねっていう判断しかできないわけなんですね。なので、まあ体感として、まあよく曲がるよと、そしてよくピンが飛ぶよというふうには、えー、個人的には伝えられますが、実際そこを比較したときにどうなのっていうのは、まあわからない部分があるんですね。じゃあ、まあストームのボール何がすごいのか、いいのかっていうところ、まあここはですね、私は、まあ、 えっと、まあ、根本的に言えば、えぇ、ー、まあ、ストームという会社、まあ、創業54年になるのかな、えー、1970年に立ち上がった、ま、会社だと思うんですけども、やはりあの、ボーラーの、 からの熱い信頼っていうのがね、まああの一番まあ根底にあると思うんですよ。で、えー、まあその信頼というのは、あまあずっとこうボール開発っていうのをまあ続けてきてですね、メーカーとしてですね。で、えー、やはりこうボール、まあ少しでもピンを倒したい。そして少しでもボールを曲げたい。そして、今の時代にあったこのボールというね、えー、まあ、 必要なボールを作ってきたと、えー。そしてお客さんが喜ぶボールを作ってきたっていう、この長年の、まあ、信頼っていうものが、まあ、一番にはあるとは思うんですよ。まあ根底を言えばね。えー、じゃあ、まあそれで済むのかっていうのは、まあ、実際そうではなくて。じゃあ私が何が言いたいのかっていうと、えー、ストームのボールで一番すごいと思うのが、やっぱりね、実は、 ここは <laughs> 合ってるよね。あ、そうです、そうです。はい。もうちょっと逆さになってるんかなと思ったんですけど、すいません。はい。あの、この表がね、僕個人的にはね、やっぱこれすごいなっていうふうに思うんですね。これ何の表かっていうと、まあ僕がね、あの、プロ契約していただいた時っていうのは、まあこの表は実際表には出てなかったと思うんですね。で、今はですね、ハイスポーツさんの、えー、まあコア、 えー、カバー、スペック一覧表というところにこの表がありますので、実際皆さんこれをね、見ていただきたいなと思うんですけど、やっぱこれね、すごいんですよ。まあ何がすごいかというと、まああの、まあまずはまあ種類ですよね。あの、コアの種類、まあ上から下までものすごい量があるんですよね。で、カバーもものすごい種類があるんですよ。じゃあ、 種類があったら、あの、すごいのかって言われたのは実際そうではないと思うんですね。で、えー、じゃあ次に何がすごいのか。まあ種類がすごい。で、あの、まあ次、コアですよね。コアの、まあ特徴が、あしっかりこう明確に、皆さんに、えー、まあもうイメージとして、まあしっかりありますよねっていうところがすごいと思うんですね。コアの性能ももちろんすごいと思うんですけど、このコアの、 まあ、このコアはこういう動きするよねっていう、この明確な意思というか、イメージというか、そういうものが世間一般にある程度流通している。そして、プロボーラーも、このボールのコアの特徴、そして今コアって言いましたけど、カバーの特徴っていうのが、まあ明確に頭の中に一番あるのが、 やはりこのストームっていうボールなのではないかなっていうふうに思うんですね。じゃあその明確なものがあったら何がすごいのかっていうと、やはりあのトーナメントとか、えー、戦っていたりとか、そしてえ自分のボールのラインナップ、まあ、っていうのが、まああの、こう、まあ例えば4個5個持っていて、まあこの位置欲しいよねってなった場合に、やはりね、この表があって、そして、 えー、このコアの特徴のイメージがあると、やっぱり自分のボールのラインナップの中で、こう、このボールが欲しいよねってなった時に、あの、このコアとこのカバーの組み合わせだったら、 ああここのラインナップのここに入るんじゃないかなっていう、まあイメージというか、そういったものがこうパンと思いつくんですよね。なので、まあボールとして、やはりあの、やっぱ準備しやすい、買いやすいっていうのもありますし、やっぱりあのトーナメントとか、まああのちょっと順番前後して,ってしまってるかもわかるんないですけども、戦っていると、やはりまあ一番大事になってくるのが、 個人的にはレーンにアジャストしていくときに、こう、ひらめきというかね。まあそういうものが正直一番大事なんじゃないのかなというふうに思ってるんですね、えー。トーナメントと言っても、やっぱりこう20ゲーム、30ゲーム、40ゲーム投げていくものではありません。まあ言ってみたら、えー、先日の、えー、東海オープンだったりとか、東海オープンもそうですよね。あの、1日で5ゲームしか投げないわけなんですよ。まあということは、50フレームしか投げないんですね。まあその中で、 えー、合わない、どうのこうのって言ってたらもうその大会、そのゲームは終了してしまうわけなんですよ。じゃあ、えー、どういったことが必要になってくるかっていうと、このレーンコンディションには、あやっぱりこういうふうなライン取りとか、こういうふうなあ、まあ、技術、そしてこういうふうなボールがいいよね。だから投げましょうっていう形にやっぱなってくるんですよ。そういった時に、こういった こういったコアの特徴、こういったカバーの特徴のあるボールを、やっぱりこう投げた方がいいとなると、やっぱりこう一瞬で頭の中にこうバーンとインプットされるのが、あやっぱりこう、まあストームなんじゃないのかなっていうふうな気がしてるんですね。で えっと、まあもちろん、あの他メーカーさんにもこういった表が、えー、あったりとか、えー、そして、えー、まああるとは思うんですけど、ここまで、えー、まあ細分化されてて種類も多くて、えー、そして、まあ実際、えー、そのコアとそのカバーの組み合わせですよね。で、えー、まあ、そのボールを投げたときに、あ、やっぱりこうだよね、やっぱりこれ投げてよかったよねってなるのが、 やっぱストームが正直あの一番なんじゃないのかなというふうに、まあ個人的にはあの思っております。もちろんね、私が、えー、ハイスポーツさんの、えーまあ、契約であり、えー、そして、えーまあ、ストームとロトグリップのボールを、えーまあ、一番、えー、数多く投げてるので、えー、そう思うのかもしれません。私が万が一ね、 えー、他のメーカーさんの契約メーカーであれば、えー、ストームとかロトグリップのボール、一切合切分からないっていう風に、まあ、ぶっちゃけなるのかも分かんない。そう考えたら、この表が一番すごいっていう風にならないかも分かんないんですけども、えー、まあ、やっぱり、あの、これだけ長年契約させていてくださっていて、そして、こんだけ、えー、たくさんのボールを投げてると、 やっぱりこの一つ一つコアの特徴とかっていうのもよーくわかるんですよね。まあ、例えばまあ、どういう比較を、あの、個人的に今まで経験したかっていうと、例えば、あまあこ、こう、ロックとフィジックスですよね。で、ロックとフィジックスはすごい人気シリーズなので、ええー、りこう、まあ、いろんな組み合わせで発売されるわけですよ。そして、まあ、それは、えー、まあ、もちろんメーカーさん的にも、こういったボールを皆さん投げたいよね。 で、そして、ま、戦力にもなるよねと思って、そして売れるよねっていう、まあ、意図もあって、こう、まあ、作ってくださってると思うんですけど、ええー、まあ、例えば、ええー、ロックとフィジックスのこのコアですよね。ラド X アトミックコア。で、これに、まあ、同じカバーが乗った場合、例えば、ああ、一番カバーの下、下の方でよく使われるのが R2S のカバーだと思うんですけど、コア、同じコアで同じカバーのボールを投げる。 どうなこう違うコアで同じカバーのボールを投げると何が分かるのかっていうとコアの特徴が分かると思うんですよ。まあ、もちろんねこれ近いのでえ近いといってもやっぱりコアの特徴全然違います、えー、ロックだったらめちゃめちゃ奥切れますし、えー、フィジックスだったら奥は緩く、まあ、絞れば絞るほどいいしみたいな形になってくるんですねじゃあ,、まあ試合の時にあの、まあ、絞,絞るラインになりました絞った方がいい えー、そういう場合は、やっぱりこう、アトミックコアだよね、みたいな形になってきて、こう、ひらめきとして出てくるわけなんですね。で、逆に、えー、まあ、コアが一緒でカバーが違うと、やっぱりカバーのー特徴というのが、もろに自分の中にこう、インプットされるので、えー、やっぱりこういう、うーんまあ、オイルの場合は、例えば、まあ、こういうカバーがいいよね、と。 え、やっぱりカバーのね、あの種類によっても、まあ不思議と、やっぱりあのー、なんて言うんですかね。うん、全然こう、まあ特徴が強いって言っても特徴もやっぱり違いますしね。やっぱり例えばこう、ネックスっていうのはすごいこう上の方に書かれてるんですけどお、これがまあフィジックスに乗った時ってもうびっくりするぐらいボール僕は切れるように感じたんですね。なので、えっ、ー、と、やっぱりこう、 あの、フィジックスってすごいこう絞るイメージがあるのに、ネックスが乗ると、こんなにこう、あの、ボールってこう切れるように感じるんだなっていうふうに感じることもやっぱりあったんで、え何ですかね。あの、ま、コアの、の特徴だけじゃなくて、カバーの特徴も理解しておくっていうことがものすごくこう大事になってきますし、そういうものが頭の中にインプットされてると、ま、こういう場合は、 こういうコア投げた方がいいよね。こういうカバー投げた方がいいよね。そしてまあこの組み合わせ投げた方がいいよねっていうふうなことがひらめきとなって出てくるので、えー、そしてまあそういうひらめきっていうのはやっぱりこう自分のボールのラインナップをこう、あの、組むときに、やっぱりこう、すごくこう、まあ重要になってくるポイントだと個人的には思ってるんですよね。なので、えー、やはり、まあその、えー、しかも、 まあその製造っていう面で、えーまあ、お客様の,、まああのユーザーですかねボーラーの信頼をあずっと勝ち得てきたとまあそれだけやはりあのこのボールの製造んー自体に何、まあ、て言うんですかね、まあ、ボーラーが期待する形で、えー、こうメーカーさんもストームをボールを作ってきたっていうその実績と信頼があやっぱりこうものすごくストームにはあるんじゃないのかなと。だからこれだけ ええー、まあ、ボールも、おすごくこう、人気があって、まあ、世界ナンバーワンですかの、ええー、ブランドとして、今、ずっと、まあ、君臨しているんじゃないのかなというふうに、えー、私は思っております。で、まあ、最近ではね、ええー、まあ、AI コアといってね、ええー、まあ、インナーシェル。まあ、インナーシェルと、まあ、コアと、えー、インナーシェルっていうんですかね、まあ、あの、白い部分ですね。中開けたら、やっぱこう、白い部分があるんですけど、まあ、あの、底の部分と、まあ、コアの部分。この組み合わせによって、またこう、ボールの、 あ数値とか軌道とか変えますよ、みたいな、まあ新しい技術。まあそういうものもまた開発されていて、えー、飽くなき、この、あの、ボール製造への向上心。そして、えー、まあ実際、まあお客さんの信頼を、あのずっとこう、まあ期待に応えてきた、このストームっていうね。なので、まあまあ、そうやって言えば、まあこの評価って言われるとそうではなくて、まあもちろん、 あの、一番すごいのは、まあ、あの、五十数年間、こう、信頼を、暴乱ーーの信頼を裏切ってこなかったっていうのことが、まあ、一番、ええー、まあ、すごいことなのかな、というふうに感じてるんです。なので、えー、まあ、実際、こう、 ボールがすごいとかっていうのも、もちろん、もちろんそうなんですよ。もちろん開発力とか、まあピンアクションも曲がりとかっていうのはすごいんですけど、まあそう考えると、まあなんだかんだやっぱこう会社としてすごいんかな <laughs> っていう気もするんですけど、はい。なので、えー、まあ何が言いたいのかちょっとよくわかんなくなってきましたけども、えー、皆さんぜひね、あのー、まあボール、えー、購入する際に、皆さんもよくこのね、えー、コアとカバーの一覧表、 勉強していただいて、そして、えっと、まあ、ボール、まあ、一つ一つね、えー、このコアとかカバーの、やっぱ特徴というのをね、えー、皆さんよーくこう、あのー、まあ、勉強していただいて、まあ、そのためにはいっぱい、いっぱい買っていただかないとダメになっちゃうんですけど、まあ、なんかま、なんかちょっと商売っ気出てきて申し訳ないんですけど、いや、でもね、大事なことなんですよ。いっぱいの種類投げていただいて、 えーまあ、自分なりにいろいろ実験していただいてね。えーまあ、さっきも言いました通り、えー、違うコアで、えー、同じカバーの投げ比べだったりとか、もちろんまあそれ以外でも全然 OK なんですけど、少しでもコアとかカバーの特徴をこう理解していただいて、えー、そして投げれるようになってくると、まああのまあ、買うときにもうんと、まあ、ものすごいこう なんていうでしょう自分ですごくこう、まあ,あ、まあ考えられるようになりますし。もちろんプロショップの方とかね、そしてあのー、まあ、あの、私とかはね、えー、お客様の投機を見て、まあ、あの、まあ、あの方だったら、まあ、こういうカバーでこういうコアのボールが合うよね、とか、まあ、こういうラインナップにしてほしいよね、とか、えー、そして、えー、なんていうんですかね、えー、まあ今後、 新しい技術開発とか、えー、そして新しい、えー、戦法というか戦略とかを掴んでいただくために、こういうボールを、こういうレイアウトで開けたボールを、で練習してほしいな、とかっていうのもあって、こう、うん、おすすめさせていただいていると思うんですけどもね。まあ、あの、まあ何にしても、えー、皆さん、まずは、えーまあ、ストームというボールっていうのは、あやはり、まあの、この長年ずっとこう、ボーラーの信頼、 まあそういったものを築いてきた会社であり、そういった会社が作っている素晴らしいボールだと。えー、そういったその会社が作ったボールの、えー、特徴っていうのをよく理解してくださって、えー、よく理解して、えー、そして、何、えー、ていうんですかね、えー、まあどういった え、ボールを今投げればいいのか、そして欲しいのかっていうのを、まあ、よく考えれるようになると、より一層、まあ、気づいたらボールの、えー、なんていうんですか、自分の技術力をやっぱりちょっとアップしてると思いますんでね。はい。あの、皆さんぜひね、えー、一度手に取っていただきたいなというふうに思います。えー、ロトグリップの方にも、えー、ございます。えー、こういったね、えー、表がね、ありますんでね。えー、皆さんぜひ、えー、こちらも参考にしていただきたいなと思います。ちょっとロトの方はね、まあ、個人的に一個ケチつけるわけじゃないんですけど、まあお、もうお もういいです、怒られても。ねあの、ちょっとこう、まあ、ソリッドとかパールとかっていうのがこう、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、個人的にはもうそれいらんと思うんですよね。あの、もうあの、まあ、そこれにも多分意図あると思うんですよね。意図あると思うんです。何、何の意図かっていうのは、もう個人的にはちょっと、あの、分かってないんですけど、まあ、じゃあ自分でまとめろやって話になるんですけど、はい、まとめさせていただきたいなと思います。はい、ということでね、やっぱりこの一覧表大事になってくると思いますんで、えー、皆さんぜひ、えー、まあ、 ああ、参考にしていただけたらいいかな、というふうに思います。はいということで、まあ、あの、ストーム、激推しじゃないんですけど、まあ、そう考え、<laughs> まあまあ、そうですね。まあ、僕は、まあ、ま、もちろんハイスポーツですから、ストーム、えー、ロトグリップのボール、激推しなんですけどもね。まあ、たまに、あのー、なんていうんですか、まあ、いろんなメーカーさんのボールを投げるっていうのも、えー、じゃあ、あの、まあ、どうなのか、 っていうのもね、あの、考えさせられる部分もありますし、まあ何人でもあの、こうメリットとかデメリットとか、やっぱ当然あると、まあいうことなんですけども、えー、私の、えー、まあ、ストームへの、まあ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 、これはまあでもやっぱり、ストームのボールがまあ実際好きなんですけど、やっぱ信頼というのがね、やっぱり一番のあの、ものなのかなというふうに思います。はい。ということで。 はい。あの、まあ、何を言ってるのかよくわからんっていうふうに思われるかもわかんないですけども、はい。あの、皆さんぜひ今日の動画参考にしていただいて、より多く、ストームのボール触っていただけたらなというふうに思います。え、これまで、え、触って来られなかった皆様もぜひ一度ストームのボール触っていただいて、え、投げていただいてね。え、そして、え、なんていうんですかね。ま、より多く、ま、これまで以上に皆さんも、あの、ボール、え、研究していただけるようになればいいかなというふうに思います。 それでは、えー、作業部屋から失礼いたしました。はい。今回もないければ高評価よろしくお願いします。30分後ぜひよろしくお願いします。バイバイありがとう言ってることわかるかな